今回は知るってことにしておきましょうか。知る、歯医者に行くとね72万円の補助が出るんですよ、ね、会社経営してるとすごいでしょ、うん、もしくはね120万出るんですよ。すごいでしょ。知ると会社を作りたくなります。で毎年デンタルケアに行くんですよ。それで OK なんですよ。もちろん治療してもいいですけどもね、こういうことを知ってれば会社を作るメリットってむちゃくちゃあるんですよね。でも知らないと会社の作るメリットに享受できないですから、一番不利な人生を歩むんですよ。だからお金なんてたまりようがないですよね。だって例えば雨が降ってる時にね水をためようっていう時に水をためるべきものがざるしかないわけですよ。ざるでこうやってるんですよ。たまんないでしょ。でも私は大きなしっかりと漏れのないバケツをこう担いでドーンとやってるわけですよね。水たまりますよね。このぐらい知ると知らないっていうのは違うんですよね。